こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、感動的な映画風を捕まえた少年という本になったんですけどね、それが映画化されたんですが、そのことについてちょっとお話したいと思います。たまたまね、ちょっと牛尾っていう雑誌を私撮ってるんですけどね、その中に風を捕まえた少年っていうこれが今上映されてるらしいんですよ、今ね。というのは全国で今公開中で、その本人をインタビューしたね、これノンフィクションなんですよ、実は。それが風を捕まえた少年っていう一冊のノンフィクションの本として出版されたのがですね、ノーベル平和賞を受賞したそのアル・ゴア元アメリカの副大統領から絶賛されてベストセラーになったという、そのアフリカのマラウイという国で、非常に最貧国なんですけどね、人口のわずか 2% の人しか電気使えないという、裕福な人だけなんですね。それで電気がないもんですから、その火を起こすことで木を燃やすということですね。それで大規模なその森林伐採が行われてですね、それがまた悪循環となって、大雨が降ると洪水になって、土がこう、土砂崩れみたいになって、それが大量のゴミとかそういうがですね、ダムのタービンに引っかかったり、そういうので停電が起きて、また修理には大金がかかると、そういうことでですね、このウィリアムスさんがね、ウィリアムスさんが自家製のですね、図書館で、学校もちょっと行けなかったらしいんですよね。学費払えなくて、中学校も満足行けなくて、で自分で独学で図書館で出会った一冊の本をもとに、風力発電の未来をもう自分で作っちゃうんですよ、そういうもの。それでこの国の、その危機を救うっていうかね、すごいあれなんですよね。ただ奇跡を待つのではなく、自分が直面している問題には自分で答えを見つけなければ、少なくとも模索しなければと、そういうそのチャレンジ精神すごいですよね。そういう意味でですね、彼にとってね、困難や障害はインスピレーションやアイデアの源である、人生はトライしてやり遂げる冒険の旅っていう、すごいですよね。現在32歳ぐらいになるらしいんですけどね、この方のインタビューがこの後ろに、ちょっとすごく感動的な、もう実話ですからね、これね。これも映画でもう上映されてるんですよね。ぜひですね、これも映画としてもまた見たいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。